ガーシーチャンネルというのがあるじゃないですかね。YouTube でですね、芸能人のいろんなことを暴露するですね、チャンネルがあってですね、まあ、それがこうネットニュースのいつも上に上がってきてですね、そうするとガーシーチャンネルというのが、こうよく出てきてですね、で、それで、まあ、いろんな人がですね、まあ、芸能人の方がその人に暴露されて、あんまりまあ詳しく言うのもなんなんですけども、もともとこの20年以上ですね、芸能界の近くにまあ住んでらした、ガーシーと呼ばれる人がですね、いろんな芸能人と友達だと。で、その友達ゆえにいろいろ世話をしたと。それはなんかお金の世話をしたり、旅行に行きたいと言ったら連れてったりしたと。で、芸能人の人たちっていうのはもう本当に売れてる人たちっていうのはみんなもう俺様というかですね、やってもらって当然みたいな、態度の人が多かったのですね、こっちは友達だと思ってたのに、ところが一旦そのガーシーさんという人は、YouTube で有名なヒカルさんという人がいるらしいんです。そのヒカルさんという人にですね、あいつは詐欺師だというふうに言われたらしいんです。で、それでもう全てを失ったと。で、それまでその20年間以上ですね、芸能界でいろいろ尽くしてきた、友達だと自分は思ってた人たちがですね、一斉に連絡が取れなくなってしまった。何の返事も返ってこなくなったと。もう俺は腹立った、許さんと。もう俺は全てを失って怖いものがない。だったらお前らがこれまでやってきた人に言えねえことを全部暴露してやろうかというのをですね、コンセプトにチャンネルを立ち上げるというですね、もうめちゃくちゃなことをしたんですね。で、それが、まあその、開始2週間ぐらいで登録50万人超えるというですね、すごいことになってるんですけども、僕が見てて面白いなと思うのは、別にこの暴露情報が面白いな、ではなくてですね、これってついこの間まで YouTube でですね、これこれっていうその人がやってたことだよなと思って。で、これこれっていう人はですね、コンセプトに何か正義みたいなものがあるんですよ。つまり、ガーシーっていう人はもう、最初から自分で言ってるんですけども、支援なんですよ。恨みつらみなんですよ。だから謝ってきたら許してやるなんですね。なので、その、ヒカルという人とかですね、あとはその、ロンドンブーツの人とかがですね、なんか謝ってきたとかですね、俺たち友達だよみたいな感じで、こう、寄ってきたら許すみたいなことを言ってるのでですね、そこら辺のですね、その、俺は本当に、もう俺確かに悪いことしたよ。で、お前らは恨んでるよ。でも、恨んでるからやってるんだよっていうのを丸出しにしてるガーシーチャンネルと、で、これ、っていう人がですね、配信でよく、こんな、なんか配信やってる人が悪いことしたみたいなことやってるのは、これ一応ですね、本人らに確認を取って、確かにこれ、こっちが悪いと思うっていうのを、これこれさんっていう人が一応判断してるわけですね。で、判断して、真実はこっちなんじゃないかというふうに、断言はしないんだけども、ここまでの状況証拠があったり、ここまでの証言が集まるんだったら、多分これじゃないのというふうにやってると。つまり、これこれさんっていうのはですね、一応僕が見る限りは正義のためにやってるんですよ。そこがですね、ガーシーチャンネルとこれこれさんが今までやってきたですね、そのネットの中の、まあ、暴露系っていうのかわかんないですけど、その違いと。で、さて、そのもう一つ前の世代にはですね、何があったのかというと、文春法というのがあるわけですね。文藝春秋という雑誌がですね、まあ元々は菊池寛というですね、文学者がですね、明治時代だったか大正時代だったかに作ったですね、文芸雑誌だったんですよ。ところが文芸雑誌なんですけど、小説があんまり小説を書いてくれないがあまり、小説家の間の喧嘩とかいざこざとかスキャンダルも載せようというコーナーを作っちゃったのでですね、その文芸春秋というのは創刊と同時にですね、日本文学の道徳的な方を書いてる菊池寛先生自身が、よっしゃー小説家のスキャンダルと言ったれって言ったあまりにですね、週刊文春の方はそれの専門雑誌になってしまったというような日本文芸史の中のなんだこれみたいな流れがあってですね。まあ、なので、文芸春秋という会社はですね、一応その創業者からの熱意とコンセプトを持って暴露するっていうですね、路線行ってるわけですね。なので、月刊文芸春秋の方はですね、主にもう政治とかですね、経済とか、そういう大物のスキャンダルやるんですね。だから、1970年代にですね、日本の総理大臣であった田中角栄を本当に引きずり下ろすっていうですね、世紀のですね、大スキャンダルやったわけです。現役の首相ですよ。で、それも、その日本で一番権力をマジで持ってた、男を引き下ろしたんですから、ジャーナリズムとしても本当に立派なもんですよ。ニューヨークタイムズに匹敵するというよりも、そういうのを超えるですね、ウォーターゲート以上の働きを僕はしたと、僕は評価してるんですけども、それが月刊文芸春秋なんです。
それに対して週刊文春っていうのは、しょうもない芸能人のスキャンダルも分け隔てなく追いかけますっていうですね、コンセプトでやってると。で、ガーシーチャンネル、これこれ文春って3つ並べてみると、とんでもなく面白いわけですね。つまり、この文藝春秋っていうのは、社会正義の月刊文春と、大衆迎合の週刊文春に分かれてるわけですね。で、その、大衆迎合の週刊文春っていうのは、何を取り上げるのか。で、月刊文春っていうのは、社会の中でこれは取り上げなければいかんと思ってるいかつい問題を取り上げて、週刊文春っていうのは柔らかい問題を取り上げるわけなんです。で、これがその週刊文春です。だから、その週刊文春に乗りますって言ったら、いろんな芸能人は慌てたりですね、パニックになったりして、うわ、どうしようと。そういうポジションなんですね。ところが、週刊文春に書いてある、その、有名人っていうのはですね、おじさん世代、テレビ世代までの有名人なんですね。テレビ雑誌世代、そういうおじさん文化世代の有名人は週刊文春に取り上げられるんですけども、そっから先、今の若い人が毎日毎日浴びるように見てるのは別にテレビじゃないんですね。テレビっ子と言われた人たちはもうすでに40歳、50歳をはるかに超えてるわけですよ。じゃあ今何見てるのかというと、今皆さんが見てるようにネット動画を見てるわけですね。ネット動画の中でも主に YouTube というのを見てるわけじゃないですか。なので YouTube 有名人に関しての文藝春秋みたいなポジションがこれこれなんですよ。だからこれこれさんという人はなんか俺文藝春秋のなんだろうな、月刊文春、週刊文春、これこれっていう流れが僕の中にはあるんですけど、だからこれこれさんは最低者というポジションでもあるんですよ。週刊文春も、ジャーナリズムですから基本的には中立なんですけども、でも多分真実この辺じゃないですか、なんとかさ、反省しましょうよとかですね、なんとかさ、ちゃんと、もしこれが違うんだったら説明してください、みたいなことを言うっていうことをやってるわけですね。それと同じようにこれこれさんもですね、私は当事者ではないですし、あなたに何度恨みつらいもありませんが、こんな垂れ込み情報が来てますよと。だから、自分のことをちゃんと、言った方がいいじゃないですか、もしくは謝罪した方がいいじゃないですかっていうのをこれこれさんも一応言うわけです。で、どっちもやっぱり、その、大衆迎合路線なんですね。その、週刊文春で言えば、その、週刊誌が売れそうな人をネタにするわけです。で、これこれさんで言えば、YouTube のですね、これこれさんのチャンネルが、まあ面白くなって、みんな見てくれるような人をネタにする YouTube 上の有名人なんですよ。ところが、ガーシーチャンネルっていうのは、この流れから全く違ってですね、俺にひどい仕打ちをしたやつを、俺は自分の恨みつらみでやっているっていうですね。これって何なのかっていう、この自警団ですね。バットマンみたいな存在なんですよ。あくまで自分の恨みつらみっていうの。まあ、バットマンって言ったら言えずに、なんか、バットマンでもない。バットマンってのはどちらかというと、文春とかこれこれになるのかな。つまり、その、法的機関が裁いてくれない悪を俺が裁くっていうのが、その、多分、そのバットマンのポジションですね。自警団と言われる人たちのですね、ポジションだと思うんですけど、なんかガーシーさんってですね、バットマンの中に出てくる悪役みたいなもので、ひどい目にあったから、俺もひどい目としてやり返してやるって。謝ってきたら許すっていう、一応筋だけは通してるような感じなんですけど。で、なんでこの話をしたのかと思うと、文藝春秋を作るのは難しいんですよ。だからみんな文藝春秋みたいな雑誌を作ろうとしてるんだけど、なかなかうまくいかない。なんでかというと、全ての情報が文藝春秋に行くような流れになっちゃったですね。で、これこれさんみたいなポジションも難しいんですよ。これこれもうみんな何かネット上というか YouTube 上で何かあったらこれこれに垂れ込みに行こうというような流れになっちゃったからなんですけども、今ガーシーさんのところにですね、とんでもない量の垂れ込み情報が来てるそうなんですね。で、なんでこれが可能かっていうとですね、中立という立場を考えてないからですね、ガーシーさんが。文春は文春でですね、そんな垂れ込み情報を持ってきてもそれ本当かどうかあんまり確認できねえよとかですね、その人を取り上げる価値があるかどうかわかんないっていうのがあるから。で、これこれさんも多分同じだと思うんですけど、ところがガーシーさんの方は、ガーシーさんなりの納得がいけば、つまりガーシーさんなりの裏が取れれば、もうそれでいきなりガーシーさんいけるわけですね。ということは、これからはガーシーチャンネルみたいなものが無数に増えてくるんじゃないかと思うんですよね。つまり、YouTube の面白いところって、模倣動画がいっぱいできるところだと思うんですよ。で、
週刊文春っていうのはなかなか週刊文春みたいな雑誌を作るっていうのは難しいから、まあ、模倣雑誌みたいなのあるんですけどなかなかできない。でこれこれさんがやってるのチャンネルもですね、模倣があんまりできないから、これこれ系みたいな暴露系みたいなのってあんまりなかったわけじゃないですか。ところがガーシーさんがやっている支援で、で本当はどうかわかんないけど俺が知ってる情報ではおめえこんな汚いことやってるだろう、許せんぞっていうのって誰でもできるというのはなんですけども、ある程度内部情報を知ってるものであれば、もしくは誰か一人か二人悪いことを知ってると自分が思い込んでさえいればできちゃうんでですね、こっから先ですね、その YouTube 暴露系戦国時代に入るんじゃないかなというふうに思ってですね、いやいやこれは面白いことになってきたなと、すいませんサイコパスなので無責任に面白がってるわけであります。